新しいやつやってよ、自分に習ったやつ。あ、ありがとう。やつやって全力でやって、全力でやって。ダミキです、ね、こっちこそもあるよ、ダミキです。そう、こっちもあります、ね、はい、やろうか。はい、じゃあ釣ったやつがこちらね、はい、はい、ちょっとあの飛行機の時間あるから大急ぎでやるんで、はい、はい、タイムリミットは30分で料理、タイムリミットは30分です。お願いします。やるよ、やるよ、無駄やるよ。それでは、魚さんは来たと思います。やります、やります、はい、よろしくお願いします。サゴシどうすんの。サゴシは、あの、炙って。炙りね、分かった分かった、はい、一気。あ、じゃあ、ごめん、誰か、鱗取りお願いします。いいよ。で、鍋はもうこのつゆにぶっ込む。はい、じゃあもう、サゴシさばいていきます。はい、お願いします。釣った魚を食わせないで帰るのもできなかったからね。そうだね、釣った魚食べるとこまでやんないとね。そうそうそう、釣りはね、食べるまでが釣りです。帰ってから帰るまでが遠足ですと一緒ですね。そういうことです。じゃあ、サゴシ3枚おろしていきます。いやー、ナムちゃんが釣ったよ。ナムちゃん釣った、すごいね。やったー。だって釣りも初めて。楽しかったです。楽しかった。よかったね。もうちょっとね、時間があるとね。そう、ちょっとね、飛行機の時間がね。早く帰りたい、帰りたい。そんなこと言ってないですよ。楽しくて帰りたくなかった。お疲れ様です。ずっとでかいの釣りましょう、でかいの釣りましょう。早く次に。面白かったよね。男、男子的にはね、好奇心旺盛な女子はね、やっぱね、いいよ。一緒に遊んでて楽しいから。餌が臭いとかさ、そんな感じで早く釣ろう、早く釣ろうって言ってくれた方が絶対嬉しいよね、男子的には。よかったです。まあ、俺は一緒に行ってないから分かんないけど。もしかしたらカメラ外でも早く帰りましょうよって言ってたかもしれないね。言ってないです。釣りダリーとか言ってるかもしれない、ね、なんでこんな朝早いんすか。めっちゃ寒いし、ね。でも防寒着とか持ってきてくださいねって多分言ってたんでしょ。膝の破けたズボン。なかったんですよ。寒くなかった。だから胸を寒く、うん、あら、お借りしました。だいたいこういう時胸をくんの活躍するよ。だいたい胸をくん活躍するって。ほら、取ります。あ、包丁あるよ。野菜切る。切ります。じゃあ、なみきちゃん普段料理するの。おぉ、そっか、なんかお弁当の写真とかツイッターにそういえば上がってた。自分で作るんだ。あ、もう野菜切ったやつ全部ぶっ込みます。ぶち込み、ちゃんこ鍋なんでぶっ込みます。よし、全部白菜、とりあえず。とりあえず、うわぁ、30分で料理しないといけないの。30分。いける、いける、いける、全然。これ全部取っちゃいますよね。そして酢飯も作ろうかしら。あ、もうご飯は炊いてもらってました。素晴らしい。すごい早い。早いよ。失礼します。はい、はい、次こっち失礼します。はい、声出していこう、声。はい、もうサゴジはもうあっちょいでも刺身で、ね、え、早い。こっから胸押しにバトンタッチするからね、はい、流れ的には。早い。胸よく縄遊びよっと。いや、こいつめっちゃ元気になってる。すごいね、まみきちゃん、うん、仕事できるね。本当ですか。結構女子でも何したらいいか分かんないっていう人もそうでいたりいなかったり。俺らが何もやっても、じゃあ私は野菜切りますって出しゃばってきて。出しゃばってきて。うそうそう、ごめんごめん、並木ちゃんごめん。あれよ、あの学校の男子が可愛いからいじめるのと一緒の心理、今のは。あら、あら。あら、それそれ、嬉しいことです。ありがたい。結構丸めるの簡単だ。簡単やったね。大丈夫。ああ、私のこと。何でもない、何でもない。あのウームゴルフのチャンネルでも、はい、並木ちゃんの土天然がいっぱい出てるから、ね、俺はそれを楽しみに毎日見てるから。 あれ面白いですよね。みんなもね、はい、じゃあ概要欄に並木ちゃん入れて。概要欄に私のウームゴルフの私のウームゴルフ、やばー、私のウームゴルフチャンネルの、うん、URL を貼っておきます。貼っていただきますので、ぜひ皆さん見てください。もう今の説明だけで天然っていうのがもう十分分かったよね。見え隠れどころかもう全面に出てましたね。ね、梶原さんも無視するんじゃないか。それずっと言うじゃないですか。あれめっちゃ面白かったもん、梶原さん無視したの。なんでですか。はい、アコをさばいていきます。アコは鍋、ぶつ切り。これに乗せちゃうかしら。寿司はこちらに。あ、いいですね。あ、寿司も作るの。あの、炙り寿司。あ、寿司にするんだ。
いいね。お、椎茸が丸ごと入ってる。え、入んないんですか。私お鍋の時丸ごとですよ。あ、そうなの。すいませんね。え、大丈夫。やっぱあの文化の違いもあるから別に。なるほど、佐賀は違うんですね。いや、それか私の実家が違うの。じゃあこれ、ちっちゃい方か。これ鍋、はい、にぶつ切りします。はい、こんくらいで。入れまーす。はい、お願いします。おお、皮ごと。すごい、大根もぽーい。この魚色鮮やかだな。サミちゃん、彼氏はいないです。なんでそんな急に聞くんですか。これ聞いてたら再生数伸びそうだから。めちゃめちゃ利用されるやつ。さあ、したらもうこれ鍋の具材は、うん、これで、これで終わりですかね。さあ、はい、し、僕はす、サゴシを炙っていきます。はい。いやね、そのサゴシね、あの、あそこにしてはいいサイズなんですよ。本当よね、ちょっと大きめやね。多分ね、どんどん成長してる感じがする。あ、そのナムちゃんのゴルフ一緒だね。お、ちょっと落ち方がわかんない。いい消されたな。すごい、あ、いい。すごい、これ下炙っていきます。はい。わー、炙りでございます。炙りすごい。うわ、やば、うわ、めっちゃ美味しそう。火が通んない。あ、なみきちゃん、はい、料理できる男どう。かっこいいと思います。おお、どう。うち持てないんだけど、どうすればいい。何がいけないんだろう、全員彼女いないんだけど、どうすればいい。なんでですかね。ね、いや、私も何でか分かんない。世の中、不思議でいっぱいだね。 あと何分。あと制限時間。制限時間はね、結構あと15分。長くね、結構。大根待って今度。なんかそういう入れときます。動揺ありそう。あ、はい、お願いします。みんなの歌。代用、大根代用って言ったよ。もう無理よ。もう無理。寿司酢作った。作った、もう、もう身待ち。はい、身待ち。あと乗せて握るだけ。ちょっと握ってみよう。波握り。やることなくなったら、ピアノ弾いて弾いて。違う。弾いて弾いて。無理です、無理。マジマジマジ。レディピー弾いて。レディピー、レディピー。弾き語りして、お願いします。弾いて、お願いします。ルームゴルフのためよ。え、何弾くんですか。弾き語り、レッドイットビーの。無理ですね。顔真っ赤や。軽く弾いて。だって忘れちゃったもん。え、何弾こう。なんか可愛いのしか弾けない。可愛いの弾いて、可愛い。なんか。ちょっと可愛すぎるかも。いや、いい、可愛すぎる。釣り岡に合わないと。だから子供っぽいかもしれない。子供っぽいで弾いて。じゃあみんなが分かるんだ。お。歌って。よし、料理するぞ。料理するぞ。ナムちゃんも握ってみたら。こっち来て、こっち。こう、肝を開けて。はい、これで取ってですかね。あ、手ね、濡らしたがいい。手で濡らして。と、多分熱いと思う。手で直接ギュッて取っていい。結構冷えてると思う。で、乗せます。えい。えい。えい。不格好な。なんか言う割に上手じゃないな。なんかリーゼントみたいになってる。あ、やばい、私も手にいっぱいついちゃった。そう、水をいっぱい手につけたら。そうそう、うん、でもね、最終的にこの機内。あ、やばいやばい、それはやばい。おにぎり。実はもう水やん。米に水かかっちゃう。米水やん。え、もうあと10分で食べるまでしないといけないよ。お、じゃあ俺食事の準備する。お願いします。あ、いけた。お、並木作。ちょっと。なんだこれ。ちょっとシャリが大きいです。シャリが大きい。シャリです。シャリがちょっとベタベタ、ベチャベチャが。レモン塩。塩、へぇ。おぉ、それ食べ方あるんですね。知らない。レモン汁も。レモン汁も。はい。じゃじゃん、鍋。はい、完成。いい匂いや。よしよしよし。疲れたねー。これこれこれ。急ぎ急ぎ。はい、端回して。はい。
はい、端回して。端回してね。端回して。端を回して。回して。あ完成しました。はーい。終わりますか。うん、はい。はい、アボの寿司お待ち。はい。はい。おお。じゃあ並木さんに俺が継ぎましょう。いやいや、まずこれ鍋ね。鍋。鍋美味しそう。そして並木さんが一つ丸ごと入れた椎茸も入れましょう。はい。はい。じゃあいただきます。いただきます。魚の身を食べましょう。はい。召し上がり。召し上がり。今回の醤油は馬刺し用の少し甘い醤油となっています。はい。ほわほわ。やばい。いただきます。お、プルンプルンやね。やばい。食べよう。いただきます。ミッキー。これはうまかよ。うまい。うま。やっぱ根魚って魚の味がしっかりしてる。うん。身がしっかり詰まってる。めっちゃ美味しい。あ、何回食べてもいいな、こうは。初めて食べました。こうはね、めっちゃ美味しいです。山地、どんどん増えてきたよ、寿司が。うん。なんかバーってできた割にめちゃめちゃうまいね。かなり味が入ってる。多分出汁のそのスープの。ね。うまい。市販のやつはやっぱ。市販の出汁。突っ込んじゃった。鹿児島の炙り寿司を食ってください。はいはいはい、この炙りの刺身も、はい、やばっ。いただきます。何気に初めてかもしれないね、炙り寿司の、うん、鹿児島。うん、おいしい。めっちゃおいしい。おお、これも一回いただきます。お、身が締まってていい感じ。もうこのサイズ油すごい。めっちゃおいしい。うんうんうん、やばすごい、これ幸せ。あ、うまっ。めっちゃおいしい。うん、おいしい。うん、香ばしい、炙ったところね。あとまた、うんうんうん、アコウのお寿司と、アコウのお寿司釣ったやつ、釣ったやつ、うん、これまたこれと違う。うん、違う違う違う、うん、食べてごらん。並木先生が釣ったやつ食べてごらん。イエーイ、私が釣ったやつ。うん、めっちゃおいしい。お、しかろうって。なんかヒラメ、ヒラメっぽい。あ、うん、ヒラメっぽいかも。めっちゃおいしい。最高。いやバタバタやったけどね。ちょっとうまい。まあなんとかね、飯まで本当。あと10分後には。出ないと。出ないと。じゃあ聞き込みますね。まあまあ今回なんかちょっとバタバタした次やったけど、うん、まだ今度。ね、あの、うん、少しはいろんな魚釣れるから、ね、うんうん、もっと大きい魚をまた今度、うん、釣りましょう。ぜひぜひ。お待ちしております。お待ちしております。とかね、またゴルフとかで勝負とかもあるしね。うん、そうですね、うん。ゴルフもあるけど釣りましたい。あ、はい、じゃあまたぜひ九州に来てくれるかな。いいと思う。言ってくれた。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。